上々上々。あとは俺の指示ですぐに実行に移せるよう待機だ。 騙し討ちはできても城攻めが巧みとは限りませんし、奴の卑劣な手で天衣は死んだ。そんな男の力まで欲しいか元君。おお、これは曹操殿、こちらはほぼ整いましたよ。 こちらも準備はできたか。さあ曹操殿、始めるとしましょうか。はは、何か終わりのようで。お主は我がここをたる天衣を奪った。それは適する者同士の習い、攻めはせぬ。だが相応の力を示さねば許さぬ。 天衣の武勇に釣り合う英知、見せてみよう。あの異常夫と同等の働きを。これはまた随分と厳しい条件だが、そのくらいの方が張り合いもある。さあ、あなたにもいろいろ頼むことになる。思うところあるだろうが従ってくれ。 そろそろ行こうか。楽しい戦いにしたいものだね。はっ、呂布のような出会いは力比べじゃ厳しい。今ここは地の湯を生かし水攻めと行きますか。落とされたいのかな。俺は水門を開けに北へ向かいます。今主軍は城の正面で敵を誘導してください。 このまま宝石車は運ぶな。あの羽橋を下ろさないとダメか。足を下ろすには遠回りする必要がある。仕方ない、まずはあの拠点を落とそう。 お前の戦、並大抵ではないな。楽しませてあげるよ。今、曹操の軍勢か。まずい、水門を破る気か。 触れても悪気がねえ。お前は放っておくとも面倒だ。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。そろそろ上げようか。連盟、曹操の一軍
げよう。伝令、曹操の一軍水門へ向かっている模様。曹操軍、水門へは行かせんぞ。ここは死守する。迎え向かえるようになった今。さて今、次は西の橋を下ろしに向かおうか。Ha!
げようか。門が破れる頃合いだ。水が、助けてくれ、溺れちまう。まずい、外からの水圧で門が破れるぞ。城の門が開いた。さて、いよいよ残るはあの猛獣だけだ。あの射速、あげるよ。あの射速、あげるよ。危機的状況です。あの射速、ここは炎術殿に援軍を要請すべき。あの小説に形勢不利と見て援軍を頼むつもりか。ここは止めておいた方が不利なんだろうな。今俺が取るぞ。関羽、前は下がって見ているがいい。本気で行くよ。僕は兄者の恩義に背いた卑劣の徒。我が義の刃、勝を捨ておくことはできん。見事な計略だったよ、カク。あなたの密攻めで体勢は消したようなものだ。やめろ、今回は地球と天候がいいよか。我がいい手を使ってもらえたったよ。おお、お前の戦は並大抵ではないな。今だ、バランスを上げようか。本領に逃げられてしまったが、敵の増援を警戒しておく必要があげるよ。
存在するだけで厄介だ。悪いが、そろそろいなくなってもらう。今手間を取らせてくれたね。さて、お縄についてもらうが。呂不韋、その力見事なり。毛徳、まさか。ん？大丈夫ですよ、殿は。呂不韋、そして長領、お主らに問う。力とは何ぞや。くだらん。戦い、勝ち、すべてを得るだけのことだ。己が信念を果たすためのすべと心得る。そうして呂布は首を打たれ、長領は迎えられた。閣下殿、曹操殿は力を求めているのだろう。呂布はとんでもない力だと思うがね。どれだけの力があろうとも、信用に足らぬ者とは共に戦えない。はっは、なるほど。その点、あなたはもう大丈夫のようだね。